あっという間に夏休みが近づいてきています。本当ですね。私はね、はい、家の中でのキャンプをしたいなと思っています。家の中で、うん、まあめちゃくちゃ、ね、インドア派なので、はい、野外でテントを張るとか、はい、まあ、料理をするとか、はい、苦手なんですよ。ですよね、虫嫌いですもんね、はいはい、あと野生動物もいるじゃないですか、ね、どんな山奥に行くんだですから、はい、もうアウトドア向きじゃないんですけども。そうですよね、うん、でもアウトドアには憧れているんですよ。そうなんだ、まあ、そういう憧れがあるので、はい、アウトドアをお手本に家の中でキャンプを楽しみたいなと、はい思っています。家の中にテントを張るっていう感じですか。そうそうそう今ね、あのグランピングが最近あの注目を浴びています。そうですね、それちょっといいなって思います ね、グランピングという言葉は造語なんですよね、はい、あ、そうなんですか、はいはい、グラマラス、はい、あの魅力的なっていう意味なんですけども、はい、それとキャンピングを掛け合わせた造語なんです。あ、なるほどね、うん、テント設営や食事の準備などは施設が準備してくれるので、はい、まあ、行けばすぐにキャンプが楽しめるという。あ、いいですね、魅惑的なキャンプなんですよ。いいです ね、それいいですね、うん、手軽に自然体験ができることから、はい、海外だけでなくて日本でも人気になってきています。そうですよね、いわきにもあるんですよね、はい、施設ね、はい、で家族や仲間たちとゆったりとした時間を過ごして、はい、おしゃべりに花を咲かせ楽しく過ごす時間は、まあ、日頃のストレスからね、はい、こう発散できる時間となっています。いいですね、はい、後片付けも施設がしてくれるので。いいです ね、 ねそれなら行きたいでもやっぱ暑いかな、ね、まあ、子供連れでもね、はい、ゆったり時間を過ごせるんですよね。いいですね、うん、まあ、そのようなグランピングに私も憧れていますので、はい、いつかはグランピングを体験したいなと夢見ているところです。あ、いいです ね、 ね、あの映画10回というものがありまして、はい、まあ、旧約聖書に登場するモーセという人が、はい、エジプトにいるその同胞イスラエル人を連れて、はい、神様の約束された土地まで旅をする映画があるんですね。あ、はいはいはい、でこの旅の途中で、はい、モーセ率いるイスラエル人は、はい、天幕生活をしていました。そうですね、天幕というのは、はい、解体して持ち運びのできる組み立て式の移動住居のことです。あ、テントですね。そう、はい、まあ、あのテントの大きいやつです、はい、今からだいたい4000年ほど前から、あ、すごいですね、そうした大型テントは、あ、テントね、テントは、はい、存在していたんです、ね、まあ、そういう意味で、はい、まあ、人々は天幕という移動式住居で暮らしていたんだなと考えますと、まあ、今あるテントはねミニバージョンですよね。 それのね、そうですね、きっとね、うん、グランピングでは、はい、施設の人が食事を用意してくれるんですよ、はい、で天幕生活では、はい、神様が食事を用意してくれていました。そうでしたね、はい、うん、あのマナという食べ物がね、はい、天から毎朝降ってきたと言いますし、書いてありますね、うん、うずらの大群も飛んできたと。そうですね、でそれを食べていたというんですね。はい、最高じゃないですかねえ、そうですね、うん、神様が食事を用意し、はい、そういうふうにあのしてくれるわけですね。はい、昼間は雲の柱がその民族の先頭を進み、はい、夜は火の柱がイスラエル民族の先頭にあったらしいんですね。あ、それも素敵です ね、 ね、憧れのグランピングはバイブルに出てくる天幕生活に似ているなと思うんです、はい、神様が食べ物を用意してくれていて心配なく過ごせる、それってすごくありがたいなと思います。はい、グランピングはもしかしたらバイブルからヒントを得てるんじゃないかなと思っていますまあ何はともあれね、はい、今年はキャンプをしたいなと楽しみにしていますはい、はい。